こんにちは、デリッシュキッチンです。バリラジャパンの提供で鮭とジャガイモのジェノベーゼパスタを作ります。生鮭2切れは5、6等分の一口大に切って、塩コショウ少々を振ります。ジャガイモ1個は1センチ角に切り、水にさらして水気を切りましょう。インゲン5本はヘタを切り落として2センチ幅に切ります。鍋に湯を沸かし、塩適量を入れます。バリラスパゲッティナンバー4を用意し、 170g を入れて袋の表示時間通りに茹でます。フライパンにオリーブオイル大さじ1を入れて熱し、鮭を入れて上下を返しながら表面の色が変わるまで中火で焼き、一度取り出します。スパゲッティの鍋にジャガイモとインゲンを加え、茹で汁をお玉1杯程度取り、水気を切ります。フライパンにスパゲッティを入れ、ジャガイモ、インゲンを加え、鮭を戻し入れましょう。バリラペーストジェノベーゼを用意し、 100g を加えます。約2分の1瓶が目安です。茹で汁 50cc を加え、フライパンを火から下ろして材料をよく和えます。器に盛り、オリーブオイル適量をかけて完成です。バリラ製品&限定グッズ詰め合わせが当たるキャンペーン実施中。詳細はバリラジャパンで検索。以上、デリッシュキッチンでした。